アリケンバージョンの B へ行きたいと思います。やめてほしい。1、2、3、4。ビンプ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 ビ多分あと2万回ぐらい口ずさむと思う今日これ。いやでもやめよう、もうやめましょう。いや、ビエは。いやもうもうビエ。それ今俺がやるターンやからな、今の。さあ今日はマウフィンたち行くことができるのか。さあマウリムどっちですね、マウリムル。これはですね、さっきのソロキャッシュカップがあったじゃないですか、1時から4時。その時のなんか勝負手段みたいなんでマウリムが負けたんですよ。あリムル君が1位やったんで。なるほど。で罰ゲームでエピック ID を変えるっていうのでこうなりました。なるほどね。マウリムルさんって今日から行くらしいって、皆さんよろしくお願いします。合体してるね、フュージョンみたいな、ベジットみたいな感じだな。カカロットとベジータでベジット、マウリムルさんです。フュージョンしてます。いつもの倍強さが。うわ惜しい。うわリザートさあ、よくないでしょ。通されてヘッドショット2発と胴体1発でゴリゴリに削られたマウフィン。さあでもチャグスプがあるとマジで芋ってる時にむっ、うわぁ、おいシュートくんたちは、うん、さあコヨタが抜かれてしまった。シュートたち、これは若手実力派選手たちが、さあレジェンドを侮りましたね。これね、これハイグラ、ハイグラを、さあもうここはハイグラを譲ってローグラウンドに行きました。さあリムル君張り替え勝負、目の前にあるリー。さあワイルドホークが横から進め、攻めて、ここはワイルドホークがシュートを撃破。残り3パーティー。ワイルド君上から降りてくる敵倒せるか。さあチャグバズを2本使って HP をマックスの状態で、さあ落として1人、まずは1人全員で持っていって、さあ人数有利。さあ2対2対1、2対3か、3対2だ。さあワイルドホークたちが3人残っている。上から落として、これはハイグラを取られているが、ワイルドホークワンボックス勝てない。リムル君もチャグバズを使いながら最後1人ボットさんを倒して、素晴らしい対面力の強さが出た。ここマジで連携完璧だね。シュート、もうちょっとダメージが欲しいところ。さあそれから打っていくが少々ラグいか、当たらない。さあ目の前でダニエルが、さあ踊り狂っている。さあダニエル、ここは耐えることができるのか。さあ落ち着いているダニエル。さあ画面が落ち着いていますとんでもない落ち着き方してる。さあお前らが打つのをやめるまで俺は建築するのをやめない。さあいい感じにダニエル、ここは乗り越えていきました。さあ残り26人、回復勝負は一応できるが、さあ着技を落として、さあもらったコア、これはコアが回復しますね。さあ目の前降りてきた、ここはコアがやられて、さあ回復アイテム全部なくなってしまった。さあここから勝つことができるのか。さあシュートの HP ももう残り少ない。さあ下に入り込んで、さあ探していくが、これはいない。さあコヨタがギリギリまで回復している。どっと、ワンボックスいるが、さあどうなる、目の前やめたら、うわ惜しい、倒したい、ガッキリは入らない。うわぁ、おおけど、さあここは2位でフィニッシュ。1位になったのはあラギスだな、これラギスカットルは。ラギスさんや、そうね、ラギスさんじゃなかったな。さあラギスがそのまま勝って、さあ1位です、おめでとうございます。あー分かんない、開いた。さあマウフィンまだ透明化の状態です。さあプリンスユーリーと、さあいろんなところに、さあアレンも生き残っている。ハイグラを取っているのは、さあジョジャたちのチームがハイグラを取っている。ここハイグラうまいよね、よくハイグラ取ってるイメージあるわ。結構ハイグラ多いんじゃないですか、ね、さあ目の前レイベルたちのチームが、さあいるが、ここはやりきれるか、ワイルドク残り 1HP。 さあ後ろから、うん、さあ敵いる、キル入ったし、さあ1キル入って、さあダメージゲット。さあワイルドホークが、ここのすごいところはね、みんなできるんだよね、アンチ進行。さあサージが出たが、ここは後ろでリムル君が稼いでいる。さあ目の前コアが、さあいるが、ここは逆にカウンターもらってしまう。さあシュートたちも生き残ってるぞ。さあここでマフィン、
セカンドハイまで登ってきたが後ろから合流されている。さあリムル君がやられてしまった。さあしかしマウフィンが生き残っているので、まだチャンスはある。残り27人7パーティー20人さあ見えない、マウフィン見えない、マウフィンが見えません。うわー目の前すごいところに、うまい、おー、さあリクム倒して、さあアイテムはできるだけ重なった。めっちゃある、めっちゃあるぞ、透明さあもうなんかおお、さあ一気に通り抜けて、さあいいね取ったね。いやワイルドホークもアイテム取れないかな、無理かな、取ろうとしてるね、無理かな、あー見えない、分かんなくなったな。さあどう透明になってるか見てみましょう。なるほど。さあマウフィン見えません。見えません、この男ここにいるはず、ここにいるはずのマウフィン。おっとさあ目の前のロッカーをワイルドホークがしばき倒した。さあ後ろから出てきたマウフィン一発もらっている。上がどんだけ持ってるかにもよりますけど、そうね、結構熱い。こっからもう運ですね、もう持ってるか持ってないか。そうね、まあでも着末2本は強くない割と。そうです。じゃあマウフィンこれはブロッカー、さあ上を取りに行って、ああ惜しい。さあしかしここは書き切りで、だと思ってもチョーザーが倒れてしまう。さあワイルドホーク、ここは回復勝負、バッテージバズーカももう1本余っている。さあ戻って、さあキルも入って、おいしい。これバッテ、え、これさきっと負けるくね、いや無理。さあ残り3パーティー、包帯っすね多分これ。マック、いやでもマック止まってますね、いけんのか。6、いや、間に合わない間に合わない間に合わない、うわ惜しい。でも着物があるので、バンテージあったくない、え、買ったくない、包帯あるぞ、ないほん。あ、いや、いや、これリスヤさんの方が多いな。うわうわ、さあここはユセアの回復カードなんか余ってるか。チャグ、うわ、え、これさ、え、マジで 5HP 差とかじゃない、マジで。さあここもおっと、ダニエルが戦っているぞ。さあ目の前クララさんがいる、ダニエル対クララ。さあここはどっちが勝つ。さあダニエル、ここは一度後ろに下がっていくが、さあダニエル勝てるか。さあダニエルがゲームイズのクララさんを倒していく。ダニエル強いんよな、ちゃんと。ちょっと強い。さあでも一発食らったら死んでしまうダニエル。ダニエルって誰ですか、僕も知りません。さあマウフィンが2キル入れて、さあしかも安定性抜群、 HP はまだ全然あるぞ。さあマウフィンがアンチンコ、後ろではワイルドホークが敵を倒している。さあ今日は強いぞこのチーム。さあ目の前クエンがいる、1人倒して、おいしい。さあリムルとワイルドホークの目の前に来たらこうなるぞと。さあリムル君もどんどん進んでいく。さあ目の前シュートが出てきたところ、うまっうまっうまっ。さあシュート対、さあリムルたちの対決だが、ここはシュート囲まれてしまう。着バズ着バズ着バズ、また取った。着バズ3本あるぞこれ。着バズ3本ある。さあ資材がでも少ない、ちょっとこれ危ないな。いや多分持つと思うんですけどね。さあ上から一気に詰められたら、こう落とした。さあ目の前レイニーが出てきた、うわっうまい。さあ1人やって、さあマウフィンが 1v1。 さあここはもう回復勝負していきます。さあ目の前回収されて、マウフィンも回収。さあしかしユセアがめちゃめちゃ回復勝負しているぞ。これみんな回復勝負やこれ。さあしかしラットのダウン入った、早く入って。さあ目の前にユセアがいる、取れない、間に合った、あるかあるか、キル入って、あるぞ。さあでもスウェッティが早くバカ持ってる。さあ一度上に行って、いや上にはいない、上に。でも着末なかった今、うわー、回復量すげえな。そしてユセア VS、 さあスイーティーの対決、これはスイーティー逃げていく。うわこれ決まったな、つえー。さあマウフィンがやられたが、リムル君もワイルドホークもアンチートはできる。さあどうなる。さあ真下から人がやってくるが、下から出てくるところ全部倒している。さあ今日まず1キル目の前囲んで、もう1キル最後の1人も倒していく。さあ上から凪が落ちてくるが、ここはカウンター、うまっ。さあ2人でボコボコにしているぞ。ローグラウンドで全員倒して進んでいく、まさに鬼人のごとく目の前の敵を倒していく。さあ目の前にもいるが、ボックスバトルなら任せてと出てきたところ、ワイルドホークが撃破。
リムルとワイルドホーク、もう一人ファジーが出てきたところを撃破して全部倒す。さあ資材はそんなに増えていない。上からのヘイト、さあ生き残るしかない。一度資材をゲットして着バズ打って、ここは着バズを交換。残り人数3人、188ポイント。さあここはやられていくが、ナイスファイト。さあボット、これ勝つことができるのか。しかしユセアも、うわフロッパー4持ってる。ユセア勝ったわこれ。キャベツも余ってる。これ勝ったわユセア。いやでもこれ分かんないぞ、ユセアたちもめっちゃ上がってるぞこれ。さあユセアたち、さあまたも勝って、ビッグロイで161ポイント。さあこの状況で現在1位と、9で18で27ポイント差なので、分からなくなってきたな1位が。さあシュートたちも残っている。さあ耐えているとシュートたち。さあしかしまだ4位のチームも残っている。さあマフィアワンボックス、ここはマフィアやられちまう。さあ残り人数6パーティー、順位ポイントが入るたんびで、さあチャンスが到来します。うわうめえ、目の前ワンボックス痛い。さあこれやってすぎる。リムル君一旦落ち着いてワイルドホークに前を任せます。さあしっかりスイッチして、さあ目の前に丸入り込んで、ワイルドホークこれやれるか。倒した、リムル君が倒したね。さあリムル君が倒して、さあ目の前の、さあロッカーを倒して、リムル君が1人残った。さあどんどん順位ポイント上がっていく。フロッパーも2匹ある。さあ目の前飛んできたところ、倒せない。うわー、しかし3位。さあそしてラストクレンが178ポイント登ってきたな。さあ見ていきましょう。さあ今回 FNCS 予選1位通ったチームはこちらのチームです。いいぞ、せーの、はい、うわーシュートたちがうわーさあさあ1位マウフィンたち、おめでとうございます。そしてクレンたちが最後1位になって一気に順位を上げて、そのままにユセアたちが1個下に下がって3位、そしてシュートたちが最後11ポイント足りず4位になってしまいました。うわーこれは悔しいなー。はい、ということで、じゃあ今日の FNCS、じゃあこの辺で終わりにしていきたいと思います。皆さん、また次回の FNCS で会いましょう。またな。バイバーイ。